Go to All Japan。 全日本選手権の道。はい、皆さんお楽しみ様です。いつも応援していただいてありがとうございます。今日はですね、全日本選手権を見てきました。本戦1回戦ですね、皆さん本当に素晴らしいプレーをしていましたし、すごくいい天気でお客さんがたくさん来ていて、有明も本当に綺麗な青いコートになっていて、空も青くて、なんかこう本当に去年自分がイメージトレーニングをしていた光景がすごく鮮やかに、そこにあるような気がして、来年そこでプレーできることは本当に幸せなことだなっていうふうに思っています。で、そうですね、やっぱりそこでプレーしていた選手のテニスっていうのを見て、どうしてもこう自分とは少し違う世界のプレーに見えてしまうっていう現実があって、でもそこに到達していくっていうことを達成していくためには、自分の脳が、自分の頭がそのテニスをしている自分を描く、思い描くことが重要だなというふうに思っていて、もっともっとこうイメージトレーニングっていうのを本格的に取り組んでいこうというふうに思っています。自分で動画を撮って質問をして、それに答えていくというような形でイメージトレーニングをしていきたいなというふうに思いました。なのでその動画をですね、イメージトレーニング用の動画を作って、もう潜在意識のレベルで自分がそのレベルにあると、自分がもうすでにそのレベルにあるというふうに思い込めるかどうかっていうのが大事だと思いました。で、今日は仕事に行って田辺トレーナーからのトレーニングメニューを行って、その後またですね、平塚慎吾さんと練習させていただきました。1時間半ですね。今日は慎吾さんが肩が怪我されていたので、僕のずっとサービスゲームをやらせていただいたんですけども、今日はちょっと大学時代に使っていた昔の古いピアドライブを使って、途中からやりました。すごくこうやっぱり神経系が覚えているというか、すごいやっぱり自分が本当にテニスをしっかりやっていた時に使っていたものっていうのは、ガットもまあ数年前のガットだったんですけども、案外いいプレーができたなっていうのは感じています。で、その後新村智樹くんというですね、大学時代の非常にお世話になった自分のテニス部の同期の方がいるんですけれども、その人から LINE をいただいて、今後のプレーについてアドバイスをいただきました。しばらくは飛ばないラケットでしっかりと練習をして、ちゃんと正しい打ち方を身につけていくということをやりつつ、試合では飛ぶラケットを使ってボールのスピードを出していくというようなことを取り組んでいきたいと思います。やっぱりですね、昔のピュアドライブ、少し柔らかい打感だったんですね。このラケットですね、すごくこう柔らかい打感で、インパクトの衝撃もそのまま、インパクトの感覚がそのままボールになるんですけれども、それがすごく飛んでくるというような感覚のラケットかなと思います。で、ガットもプロハリケーンツアー、黄色いガットを貼っていたので、少し、ガットの影響もあるかなというふうに思いますので、またいろいろと調整して楽しんでやっていきたいと思います。自分はどうやらいろいろなラケットやいろいろなガットを使ってテニスをするのが、まあ、以前から結構好きだったなっていうことを思い出しまして、こうやっていろいろと試す中で自分の本当に好きなものというかが分かるということもありますし、自分がいろいろなものを使っていると、まあ、それぞれいろんな刺激が脳に入ってくるので、それで脳が活性化されて、テニスがまた上手くなるというような効果もあると思います。いろんなラケットを使ってこれからも楽しくテニスをしていきたいなというふうに思っています。いわゆるラケット悩んでるんじゃないかと心配してくださってる皆さん、ありがとうございます。比較的楽しくやらせていただいてます。しっかりと試合でいいプレーができるようにこれからも頑張っていきます。今日も応援していただいてありがとうございました。失礼します。